お世話になります。ひとりでございます。またレイドの更新がされましたので、その情報を皆さんと共有させていただきたいと思います。今回出現するポケモンにつきましては、フワライド、ゲンガー、シャンデラでございます。まあこれ夏なんで肝試しレイド的な感じかな。まあでもこいつら結構可愛いポケモンだけどね、見た目割とね。だから怖い感じあんまないような気もしますけど。で、期間については8月23日月曜日8時59分までだということで、いつもと一緒っすね。で、今回色違いが出現するのはシャンデラでございます。いいね、これはもう普通にグッドだね。で、最近ねポケモンプレゼンツがあって、それでめっちゃすごい情報出たんで徹夜して動画作ってたんですよ。で、その動画作成以外もね忙しくて、ようやく昨日眠りについたら妹が浮気されて離婚する夢見た上に12時間寝ちゃったんで、今日はまた色違いだけゲットしていきたいなと思います。はい、ということでやり方については、不思議な贈り物からワイルドエリアニュースを受け取るを選択しましょう。はい、受け取ったら OK ですね。これ地味に忘れちゃうことあると思うんでね、ちゃんとやっておきましょう。はい、で出現する場所はどこでも出ると思いますので適当に行きましょうか。ここでいいや、行け、行っちゃえ。投げていきますと、一発で来いよ。来た、いいね。で、おそらく今回もですね、シャンデラ5つ星でしか色違い出ないと思いますので、みんなで挑戦でね、ホームボタンを押して、それ設定で1日進めるね、日付変更バグで出していきたいと思います。ちなみになんか前回の色違いレイドの時に、いくつかね、コメントいただいたんですが、なんか確定だったらしいですね、色違い。5つ星のやつのレイドのそのシルエットとか出したら、もうそれが色違い確定だったらしいです、前回。なので私、奇跡だ奇跡だみたいな風に騒いでたんですけど、全然奇跡じゃなかったみたいですね。バカみたいですわ。その代わり、5つ星のその目当てのやつが出るまでめっちゃ時間かかったっていう感じだったんで、ただ今日もう出ちゃいましたね、話してる間に。どうなんだろうってことは、すぐ出るってことはまあ、こいつ色違いじゃないのかな。まあそのあたりはちょっと見てみないとわかんないんであれですけど、まあとりあえず、出たら、レポート書いていきましょう。はい、でレポート書いていくよ。来るかな。来たらすごいぞ、これもう一瞬じゃん。もう来いよ、絶対来るよ。前の法則に従って来るはず、頼む。あー、ダメじゃん。え、確定じゃないのじゃあ。え、前のやつは何なのじゃあ。なんかそういう確定ですよ、確定ですよとかいう情報を何個もいただいてたんですよ、コメントで。じゃああれは確定じゃないってこと？ちょっと、あん時だけってことなんですかね。もうさすがに剣盾ユーザーが減ってきたから、もうすぐ色違いゲットさせてあげようっていうことで、そういう色違い確定にしたのかなと思ったんですけど、なんかそういう感じじゃなかったですよね。もし違ったらリセットしていきましょう。マジかよ。何なのじゃあ。前回はたまたまだってことかな。で、リセットしたらね、またね、みんなで挑戦で、オンボタン押して、日付変更バグでね、また別の5つ星のシャンデラ出していきましょう。ただそれだけなんでね、もうすぐ、パッと終わりにしちゃいましょうよ。という風に言うと、絶対ね、ダメなんだよね。色違いとか出てこない感じになっちゃうんで、怖いんですけど、まあ、大丈夫でしょう。お、来た来た来た。早いぞ。で、また来たらね、必ずレポート書いて、いや、何なんだろう、前回のやつじゃあ。でも最近調子いいからね、来るはず来るはず。来い、絶対来い、頼む、来い、おい、来い、ざけんな。まあ落ち着いてやっていきましょう。これ肝試されるって、その怖いとかそういう意味じゃなくて、そういう怒りに耐えるとか、そういう意味での肝試しみたいな感じですね、多分、おそらく。はい、リセットして、ひたすらね、今までの工程繰り返していきましょう。オッケー。いや、しょっちゅう出てくるな、すげえ出てくる。その代わり頻度が今回高すぎるよ、マジで。めっちゃ高頻度って出てくるってことはもう全然出てこないってことかな。あー、やっぱもう出ないか。厳しそうだな。おい、マジか。ほんとか。時間全然ねえのに。あ、巨大マックスゲンガー出るんだね。こいつ初めて見ました。今何分ぐらいやったかな ?10 分ぐらい、10分15分ぐらいでようやく一体出るぐらいだから結構確率低いですよね。ただこいつも出るということで。まあでもみんないらないか、今更。まあ、まあいいや。まあ私も飛ばすんだけどね。ダメ？オッケー、ハートフルな気持ちになってるような色、ありがとう、感じた、ナイス、よかった。もう寝そうだったよ、眠くて眠くて、12時間寝たのに。ありがとうシャンデラ、イエーイ、ハッピー。いや、いいね、これが。っていうかこっちの方がさ、正しい色じゃねっていう感じですよね。あの炎の色がさ、炎っぽくてさ、なんかこれ色違いっていうよりもね、なんかオスとメスの違いぐらいな感じな、なんか色の変化な感じしますけどね。潰そう、いけ、ダイマックス。あ、バリア4つだ、しかもこれは余裕っしょ、勝てるっしょ。まあ、コイキングのハイドロボンブがちゃんと効いたし、
すごい。うわー、倒された。炎乳と、やっぱ、お前、もろいな。これでとどめだ、ダイメックスは。いけー、おっしゃー、いいねー。ぶっ倒したー。余裕っすね。はい、捕まえさせてくれよ。頼むよ、空気読めよ。ここで出るのは一番寒いからな、言っとくけど、面白くねえぞ。映えねえし、別に。ただこれでさ、もう一回カットしてさ、もう一回入り直すだけなんだからね。オッケーオッケー、ちゃんとそこは空気読んでくれる、YouTuber の、味方シャンデラ、ありがとう。はい、これで、ゲットします。あ、でも緑っぽくなってんのか、顔も。さっきなんか、オスとメスの違いぐらいの違いしかないみたいな感じ言っちゃったけど、ごめん。で、こいつゲットした時間ですが、55分ぐらいです。なので結構、まあ、遅くはないですね。普通に早いぐらいかな。なんで良かったんじゃないでしょうか。で、報酬については普通ですね。経験アメール2個、XL 1個、ダイマツタイム2個、等々でございます。普通。はい、じゃあ見ていきましょう。あー、5V っすね。まあまあまあ、いいでしょ。はい、シャンデラレベル60オスでございまして、特性炎の体、自分に触った相手を火傷状態にすることがあるということで、こいつは夢特性ではありませんね。ただこいつ、負荷の時とかね、手持ちいる時はいいっていう感じなんで、まあ、言う悪くはないでしょ、普通に。で、オバヒー、シャドーボール、悪の波動、サイコキネシスという感じです。うわ、強い技ばっかっすね、マジ。レイドの時はでも、普通のこういう単発系の技しかないですから、全体攻撃ないですから、まあ楽でしたね、結構。で、寂しがりな性格。で、当然リボンを持ってないということで、今回ゲットさせていただきました。はい、ということで、今回は、シャンデラ等々、肝試しレイドということで、皆さんもやってみてはいかがでしょうか。まあほんとシャンデラいいポケモンなんで、ゲットできて単純にね、気分が上がってますし、炎が綺麗ですからね、それで気分上がりますし、もうなんか、すげえ歌いたくなっちゃうような感じですね。おー、シャンデラリーゼー。オーシャンデラリーゼ素敵なウーハニー遥かにフォローサミアパラカみんなものシャンデラリーゼ、はい。